はい、こんにちは。今日、沖縄は非常に寒いですよ。沖縄のお家の中でもやっぱり寒い、コンクリートばっかりだから、部屋から熱を全部吸い取ってる。寒い。で、外に何もしてないんで、ちょっと、ウクレレ練習してる。で、最近、ウクレレの、動画を作ってないよね。夏、8月ぐらいに、なんかの、デモクラティック自由教育の学会に行って、それでなんかタレント賞、最後にタレント賞があったから、サイモンウクレレ持ってきた？って聞かれた時に、持ってきたよ。で、まあ結局300人ぐらいの前にちょっと1曲を弾いてみようとして、あんまりうまくいかなかった。で、友達にカメラを渡したから一応動画があるんだけど、YouTube にアップする勇気もなくて、結構自分の感覚でも失敗だったから。で、自分の中にはやっぱりウクレレは人の前にやらないでいいだろう。もうプライベートで自分の部屋だけでやっとこう。で、で毎日楽しみながら一人で誰も聞いてないんだけど、一人でやってるの続けてるから、もう本当に毎日やってますよ。で、最近フィンガースタイルの曲を一つ、まあ練習の曲だけど、この本から、撮ってるんで、まあ結構長く練習してるから、ちか、ワンダーワイフが、あんた何ヶ月ぐらいその歌練習してるのって、おとといぐらい聞いてから、まあね、6週間ぐらいと思う、2ヶ月までは行ってないんだけど、まあ自分の学びの経験を報告として、ちょっと弾いてみようと思って、頑張ろう。それは普通しない失敗。やっぱりキャメラでやってるからね。あれ？誰か来てる。まあこれで一応ウクレレを続けて練習してますから、まあたまにはちょっと進歩の報告の動画をアップしてみましょうね。はい、どうも今日も見てくださってありがとうございました。